今日はこのくらいにしとこ北川さんどうしたんですか五条くん今何してた寝ようとしてましたこんな夜遅くに何かあったんですか別にどうもしないんだけどこ声が聞きたくなったっていうかん 見ちゃってあああの続きでもこの前は怖くなかったって言ってましたよねあの時は五条くんもいたし義理平気だったけど一人だときついちょっとした物音にもバチクソビビって